じゃあ今ねやってる49枚、49種類のね恐竜カードを揃ったから、あと1枚でなんと50枚、やっと半分きた。長え、やっと半分だよ、まだ半分、これでちょうど半分だからあと100種類ってやべえな。100種類やべえわ、めっちゃ多い、興奮してきた、もうやる気出てきたわ。ということで今回で記念すべき50枚目のカードが出るっていうことで、当たりでしょ、当たり出てくれないと困るよね。ということで当たり出てくれよ、50枚目やっと半分きたあと半分、折り返し点来たからね、当たりカードよ、出てくれ、50枚出ないっていうね、この奇跡でね。で、ザン、お、持ってない、何こいつ、ファイルナンバー11、イグアノドン、イグアノドン、約 10m、 へえ。で、時代が白亜紀前期、約1億2000万年前。なんかチョコついてんな。19世紀初頭、最初に研究された恐竜の一つ、最初に研究された恐竜の一つだって、イグアノドン。手の親指のスパイクが最大の武器だ。これか、なんかね、なんかこれトゲついてる、スパイク、トゲ、ほらトゲがついてる、これが最大の武器なんだって。持ってないの来たぞ、これが記念すべき50枚目のカードになってしまったファイルナンバー11、装飾っていうねイグアノドン、あ、でもかっこいいね、うんうんうん、これでみんな、これでやっと半分、やっと50種類ゲット、50種類の恐竜カードゲット。これで、いや長かったねマジで、やっと今で半分だよ。いやでもまだまだ集められる楽しみはあるからいいね、やっと半分、イグアノドンだ、やったぜやったぜティラノ君。ということで51枚目、これ当たりでしょ、頼むぜ、そろそろ当たり出してくれ、頼むから、当たり出ないと不安になるんだよね、当たりないんじゃないかっていう、頼む、ダン、これ当たりだわ、くそー当たり出ねもう泣けてきたわ、当たり出な、ということでバン、あ、日本のサルス、これ持ってるね、これ骨骨ザルスでも持ってたな、日本のサルス、はあ、そう、1934年、当時日本の領土だったサハリン、カラフトで発見されたことから命名された鳥脚類の恐竜です、日本のサウルス、約 4.1m、 でかいんだよね、意外に、やっぱ装飾でかいよな。まあいいや、50枚、これで50枚揃ったから、やったぜ、50枚揃ったよ、やっと、やっちまったぜ、この異形半端ない、ちょっとチョコ取るわ、裏に結構チョコついてるからね、よしチョコ取って、ダダッダダッ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 ダ50枚中1枚しか出てない、50分の1だよ今のところ。このね、マメンチサラズさん、どこ行った、首がない、この人、このおっさん、これが当たりなんだよね、これ1枚だけ、50分の1、なかなか手強いね、当たりカードね、なかなか出ねえわ。まあいいよいいよ、まあ、50枚目ゲットできたから、うん、よしとしましょう。イグアノドンね、なかなかいい恐竜カードじゃん、あれ、これじゃん、かっこいいね、うん、また次回頑張るか、ティラノ、次回出してやるぜ、羽毛タイプかっこいいな、いやー早くカード欲しいな、ティラノ、くそー、飾りてー、カード飾りてー、リオレイヤーさんね。ということで今回はファイルナンバー11番イグアノドンでした。次回こそはね、まあなんとかティラノ、ティラノじゃなくても、まあ当たりカードね、何でもいい、当たりカードだね、当たりなら何でもいい、ということで当たりカードでお会いしましょう。ティラノサウルスバイバイ、羽毛タイプ、そしてカルノさん、カルノさんいいよね、このおたけび、なかなかいかっすね。